はい、皆さんこんにちは、渡りぐるみじです。今回はスーパーファミコンのゲーム、機動戦士ガンダムクロスディミッション0017内の第2部第3話をプレイしていきたいと思います。では早速ですね、ストーリーの方を見ていきましょう。なかなか軍の組織といえどえげつないやりとりでしたね。まあ今の軍でそんなやりとりないとは思うんですけどね。さあ敵襲ということなので、ここからまた、戦闘に入っていきたいと思います。まあ、ピクシーに関してはですね、近接戦闘を行って、まあ、いわゆるヒットポイントに相当するもの、まあ、エネルギーがですね消耗していくことが多いので、装備品アイテムとしてはですね、エネルギーパックを、4つで、マガジンを1つという編成でいきたいと思います。で、前回コマンドの入力に散々手こずったノーザンライトアタックが 96% まで来ましたね。なのでこれをちょっと今回ね極めておきたいかなと思います。では戦闘開始ですね。で、マップも見ておきたいと思います。マップはちょっと広いな。では、9つのマップが用意されているようなので、このマップをですねちょっと徘徊してまいりましょう。まずはガンキャノンから使っていきます。急にね季節が進んで寒くなりましたけど、皆さんは体調など崩されてないですかね。
なにね、急に寒くなるとびっくりしちゃいますよね。11月入った頃は、それこそなんか、夏日だとか言ってたんですけど、もう今はだいぶ気温もね、下がってきましたからね。これはちょっと各マップに敵が点在しているというわけではなさそうなので、敵の捜索から行っていきたいと思います。どっかに住んでるんでしょう。いた。まずはかわせたな。さあ、どこまでガンキャノンで戦えるか。レベル20のガンキャノンで戦えるかということですね。ピクシーはできるだけ温存して、先にですね、ガンキャノンを使っていきましょうか。ピンポイント攻撃2回で落とせないとなると、そこそこ苦戦しそうな予感がします。3回でも倒せない。となると、マガジンを1個、完全に消耗してようやくザク一気撃破っていう感じかな。まだ倒せない。これでマガジンを1個使って、なおかつまだ敵は健在っていうことで、ちょっと効率がだいぶ悪いですね。まだ倒せないのか。ようやく倒した。そうか、これ雑魚キャラ扱いじゃなくて、全部キャラクターぶりになってるんですね。だから、おわ、イフリートが来た。よく倒した。ちょっとこの上から短期で突入していくのは危険性なんで、味方と合流しましょう。めちゃくちゃ歩いてくる。火炎放射まで使ってくるか。味方と合流させてもらう前に、やられてしまうというのももったいないので、一旦引きましょう。合流する。で、その上で火力を叩きつけていきましょうか。密集しすぎると、範囲攻撃を食らってですね、一気にダメージを取られるということにもなりかねないので、ここは、ある程度分散しつつ、同じマップに、ザンキャラが入るっていうね、そういう状況を作っていければいいのかなと思います。ガンキャノンでした。まずはこのガンキャノンを仕留め、ガンキャノンを使って、ザクを仕留めましょう。確実に敵が強くなっている。そうですね、ピンポイント攻撃を5回、やってようやく一撃撃破という、まあ、そういう感じですかね。なるほどね。ピンポイントの攻撃でこんなにか。イフリートはヒットアンダーウェイですね。導入部分で言っていた通り、ヒットアンダーウェイで攻撃しては退いてっていう感じを繰り返してて、なかなかちょっと苦戦ですけど、ここに近づいてきてくれたので、こういうところでダメージ取っていきましょう。こういう攻撃で確実に取る。87から88ぐらいかな。ガンキャノンにもエネルギーパックは持たせてはいるので、どうだろう、200を切ってきたら危険と見まして、エネルギーパック使いましょうか。アイテムでマガジンを使って、次でイフリートの格闘クラスから200を切ると思うんで、そしたらですね、ギリギリ200を上回ってますけど、まあ回復しちゃいます。で、インポイント攻撃。
リフトアンダーウェイをやめてくれたおかげでだいぶ確実にダメージが取れるようになりました。このままビームライフルの残弾がなくなるまで攻撃続けたところで、リフトをまずは撤退させましたね。では残ってるザクを攻撃していきます。まあおそらくこのザクもですね、ピンポイント攻撃を5回浴びせないと退けられない敵だと思うので、ここの打ち合いで制していきましょう。はい、マーチンも撃退しました。だいぶ消耗が激しくなってきてるので、エネルギーパックとマガジンの残数には注意をね払っておきたいと思います。ここでピクシーに来たか、しかも吹っ飛ばしか。敵にもどうなんだろう、残弾っていう概念があるのかどうかですよね。吹っ飛ばしに関して言うとですね、弾をめちゃくちゃ使うので、自分でプレイするときにはですね、具体的に言うと半分、マックスの状態であれば半分の弾を使う攻撃になるので、もうこのザクが持っている残弾は多くないはずなんですけど、これはもうバズーカの弾を打ち切ったんじゃないかなと思うんですけどね。やられた、やられたか。ちょっとじゃあ戻っていきます。まずマーチンを撃退しましたね。レベルも上がりましたね。レスタを撃退しました。はい、ヘンリーのイフリートも撃退しています。レベルがこちらも上がりましたね。はい、レイも撃退です。サキも撃退しました。ガンキャノンだったらやられていたということなんですけど、一応ガンキャノンで撃退できましたね。はい、というわけでガンキャノンが、まあ、タイミングよくレベルが上がってくれたというのもあってですね、今回はピクシーがダメージを受けることなく、損害損傷損耗することなく、ガンキャノンだけで撃退できました。というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。